Et bien salut tout le monde, c'est XVSKY et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Alors, on devait aller où ma gueule là? Je me rappelle plus trop. Attendez, fallait aller voir Aerith je crois, non? On a un petit peu farmé, hein, je préviens tout de suite. On est quel level là? On est level 43. je sais pas si on est supposé avoir ce level au chapitre 7, c'est ça? Apparemment il y a 10 chapitres donc. D'ailleurs, faut que je revoie des trucs. Grand saut, je vais garder. Où est ma magie de soin, Lucette? Assura, ouais, c'est pas mal. Méga foudre infernale, méga feu, je garde. Allez! On va aller voir la girlfriend, la waifu de Zach. Allez! Y'a pas une option téléportation en vrai? Ça aurait été peut-être mieux, non, une option téléportation. Vivement! Remake partie 2! Quand même hâte de voir comment est-ce qu'ils vont faire hein, dans le 2. Enfin, Rebirth. Je suis très curieux. C'est juste dommage qu'il va sortir plus tard sur PC. J'espère qu'ils vont pas faire comme Remake, c'est-à-dire en fait une exclusivité Epic Game Store. Ce serait bien que ça sorte sur Steam. Que Square apprenne de ses erreurs. Alors, petite sauvegarde. Pour la 26 000e fois, comme d'habitude. Hey, bébé, ça va? Oh, Zax! お仕事、もう終わったの？いや、これから大事な任務でミッドガルを離れることになった。いつ戻る？わからん。そっか。電話してもいい？もちろん。仕事だってヒュンと終わらせてすぐ帰ってくる。ねえ、今からダメ？え、何を？まずはスラム。お花でいっぱい。うん、可愛くていい感じ。みんな買ってくれるかな？誰も来ないね。いやいや、きっと来るって。もう少しすればお客さんいっぱい。やっぱりワゴン可愛くないからかな。あ、お客さん。ねえねえ、そこのあんた、花買わない？今ならなんとたったの10ギル。珍しい本物の花、買わなきゃ損だよ。エアリス、5ギルに負けてくれたら買うって。うん、いくらでもいいよ。いや、ここで折れちゃダメだ。7ギルで交渉してくる。強気で行こう。でも、お客さん、行っちゃうよ。エアリス、ごめん。どうして謝るの？私、すごく楽しい。あ、ほらザックス、またお客さん。彼女のことは心配するな。監視任務には危険要員からの保護も含まれている。あんたしか頼めるやつがいなくてさ。おい、なんで笑うんだよ。頼んだからな。
お、帰ってきたんだな。運が良かったな。セフィロスさんはまだだ。どうする？このままここで待つのか？いろいろありがとな。さっさと任務を終わらせて帰ってくる。そん時またな。ああ、またな。どうした？同行予定のメンバーがまだ揃わなくて。急いでるんだから早く。はい。ってクラウド、また一緒か。よろしくね。よろしく。待っててくれ、すぐ呼んでくる。そういや、俺たちどこへ行くんだ？ニブルヘイムだ。久しぶりの故郷なんだろ。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は俺は何を話してるんだ。さ、行こうか。セフィロスのおふくろさんの名前がジェノバ。調査に来たソルジャーってあなた？俺、ソルジャーのザックス。ファーストね、ファースト。ってソルジャー、クラスファーストってたくさんいるの？少数精鋭だな。今回は2人だけ？うん、俺とセフィロス。そっか。あの。変な子。Elle cherchait Claude。マコーロへの出発は明朝。今日は早めに眠っておけ。見張りは一人でいいから、お前たちも休んでおけよ。そうだったな。家族や知り合いと会ってきても構わないぞ。ニブルヘイムか。何を見ている？この風景、俺は知ってるような気がする。ティファ、あんたがガイド？そういうこと。はい、撮りますよ。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。でも危険すぎる。
そんなことにあんたを巻き込むわけにはいかない。お前が守ってやれば問題はなかろう。離れとけ。起きたら食われちまうぞ。そいつ気絶してるだけだから。使うと汚れる、欠ける、すり減る。だから峰打ちにしてるんだ。私も中へ行く、見たい。この中は一般人立ち入り禁止だ。神羅の企業秘密でいっぱいだからな。でも。お嬢さんを守ってやりな。ジェノバ、なんだろう。ロックは開かないか。ジェノバ、動作異常の原因はこれだな。この部分が壊れているんだ。ザックス、バルブを閉じてくれ。なぜ壊れた？お前たち普通のソルジャーは魔鋼を浴びた人間だ。一般人とは違うが、それでも人間なんだ。しかし、こいつらは何だ。お前たちとは比べ物にならないほど高密度の魔鋼に浸されている。これがモンスター。モンスターを生み出したのは神羅カンパニーの北条だ。魔鋼のエネルギーが作り出す異形の生物、それがモンスターの正体。普通のソルジャーってあんたは違うのか？おいセフィロス、モンスターと同じだというのか。Mais non! Enfin, peut-être. Vous avouerez, je me souviens plus. Kodomo no koro kara ore wa kanjite ita. Ore wa hoka no yatsura to wa chigau. Ore wa tokubetsu na sonzai nan da to omotte ita.しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。残念だな。お前はモンスターだ。セフィロス、お前はジェノバプロジェクトが生み出した最高のモンスターだ。ジェネシス、やっぱり生きていたのか。この状態を生きているというならばな。ジェノバプロジェクトとは何だ。
ジェノバプロジェクトはかつて行われた実験の総称だ。ジェノバの細胞を使った実験のな。母の細胞。哀れなセフィロス、お前は母親に会ったことなどないはずだ。名前を聞かされていただけだろ。どんな姿を思い描いていたんだか知らないが。ジェニス、やめろ。ジェノバは2000年前の地層から発見されたモンスターだ。セフィロス、力を貸してくれ。俺の劣化が止まらないんだ。ソルジャークラスファースト、セフィロス。ジェノバプロジェクト G はアンジールを生み、俺のようなモンスターを作り出した。ジェノバプロジェクト S は S 失敗したあまたのプロジェクトを踏み台に作り出された完璧なるモンスター。俺に何ができる？お前には他者へのコピー能力がない。情報が拡散しない。つまり劣化が起こらないということだ。お前の細胞を分けてくれ。君よ、恋願え。命育む女神の贈り物を。お前の言葉が俺を惑わせるための戯言か、それとも俺が探し求めた真実なのか。どちらにせよ朽ち果てろ。なるほど、さすがは完璧なるモンスター。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。待て！Ouais, des emmerdes! Aïe, Bobo! この人、私をかばって。分かってる、ティファ、俺から離れるなよ。Oh putain, la téléportation là. Activating combat mode. Activating dans ton cul. Oups. Conflict resolved. Activating combat mode. Ah, la mort subite là.
Allez. Toujours pas. Ah. Bonjour messieurs. Je prendrais bien un petit peu de broyeuse, hein. Yesha. C'est la puissance. Là-bas. Attends Tifa, j'affronte des ennemis, comme ça tu avanceras plus vite. Chez. La 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 la. C'est bon, on a fini. Vas-y, va amener Cloud. Ouais, c'est la beauté. Au revoir ma beauté. Ah là là, les vieilles musiques de FF7. Sephiroth. どこへ行ったんだ。何があったの？ごめん、言えない。でしょうね。セフィロスのことは村の人たちに聞いてみるわ。ありがとう、ティファ。ティファは無事だ。安心しろ。俺もソルジャーだったらな。ザックス。ソルジャーはモンスターみたいなもんだ。やめとけ。何があったんだ？わかんね。わかってたつもりだったけど。そういやお前、ティファとは知り合い？まあね。話したのか？いや。なんか訳があるんだろうけど、それでいいのか？俺なんかさ、俺はソルジャーだから戦っていればいいんだ。面倒なこと考えるのは誰かに任せておけばいいんだ。何が起こってる？敵は誰だ？なことはどうでもいいんだよ！なあザックス、その剣すごいよな。憧れるよ。使うと汚れる、かける、すり減る。そっちの方がもったいない。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。これは夢と誇りの象徴なんだ。いや、そのものだ。俺、見失うところだった。ありがとな、クラウド。え？よし！
とりあえず寝る。もう少し休むよ。Comment ça, Cloud? T'as pas honte? Je vais recevoir un message de lui à deux secondes. Sephiroth は神羅屋敷にいるみたい。あのでかい屋敷のこと？そう。昔から神羅のものなの。Quel jeu, je pense que je vais faire un New Game Plus. Mosh, mosh. Hey, Alice. Yatto tsujita. Ah. Na, warui kedo, ima torikomi chuu nan da. Ato de denwa suru. Oo. Shinakute ii kara. Wakatta.会いに行く。待ってる。うん、約束だ。エアリス、もうちょっとだからね。C'est Cloud, le mec qui arrête pas de courir là-bas. Activating combat mode. Conflict resolved. Eh ben dis donc, c'est pété méga feu infernal, hein. Je pensais pas que ça balancerait des morts subites aussi souvent, hein. Activating combat mode. Allez, on change. Conflict resolved. Oshmai!J'adore tout péter sur mon chemin. J'espère que le boss de fin sera un peu plus balèze. Sephiroth-san wa 2階の右の部屋らしい。地下通路への鍵が開いている。もしかしたらセフィロスさんは地下かもな。アクティベイティングコンバットモード。ハッ！コンプリート。ça a l'air joyeux ici. Vous avez obtenu une clé de cercueil. Quoi?Ah, ça m'a. Va falloir que je fasse des stocks de potions, moi, avant la fin. Je sens que je vais galérer. C'est féroce. Ça, ça est tombé. Effectivement, je... Oh, ouf. Donc... Ah, canaïna.Chouette! Y'a un intérêt au moins à les ouvrir? Oh là là, c'est juste pour faire de l'XP gratuite. Yeah! Méga foudre en deux!Autant aller directement à Sephiroth, hein. Activating combat mode. Conflict resolved. Osha!
Oh là là. C'est pas mal. Moi je prendrai les coffres. Déférence.2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物、その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日、ジェノバを古代種と確認。ムエギル、1977年9月13日、ジェノバプロジェクト承認、マコーロ1号機使用許可。俺の母の名はジェノバ。ジェノバプロジェクト、これは偶然なのか？ガスト博士、どうして教えてくれなかった？どうして死んだ？一人にしてくれ。一人、一人に。それ以降、セフィロスは神羅屋敷にこもりきりになった。まるで何かに取りつかれたかのように書物を読み漁り、地下室の明かりは決して消えることはなかった。Allumer le feu le septième jour. C'est qui? C'est Cloud? C'est Vilos. Cloud! Ima, mukae ni iku yo. La cinématique emblématique. Hidoi. Sephiroth. Hidosugiru. Baston gratuit sur le chemin. Activating combat mode.J'ai pas assez de MP. Monsieur n'est pas mort. Il n'y avait pas un point de save ici. Ah, il y a un coffre là-bas. Allons voir. On m'avait dit qu'il fallait longer les murs. Ça marche pas.C'est quoi en haut? Activating combat mode. Contact resolved. Le feu ça marche bien. Je suis venu ici juste. Oh! Pour deux coffres, ça va, vous êtes pardonné. Un élixir et. Une pierre de PV! Oups! Ah ouais, bizarrement. Est-ce qu'on l'avait déjà vu l'autofrappe? Ouais, on l'avait déjà vu, je crois.
Un éclat d'or, cool, je suis riche. Oh là là, vous êtes combien? Et tu m'as loupé. Et je veux pas la méga fou, je veux la méga feu là. Give me méga feu. Le feu ça marche bien, ça crame tout. Ah, il y a des stop. Houston, c'est au choix. Putain, mais je peux faire 2 mètres sans devoir me sentir agressé. Alors du feu sur du feu, on va rigoler. J'arrive, Sefi! Je vais t'éclater ton petit boule! Est-ce qu'on va devoir se taper une... Oh non, Tifa! Sephiroth ni yarareta nda na.母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺、いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう。母さん。セフィロス!なぜ村人たちを殺した?なぜティファを傷つけた?答えろ、セフィロス! <笑>母さん、また奴らが来たよ。母さんは優れた能力と知識で、この星の支配者になるはずだった。けどあいつらが、何の取り柄もないあいつらが、母さんからこの星を奪ったんだよね。でももう悲しまないで。 俺と一緒に行こう。やっと会えたね、母さん。 セフィロス、信頼してたのに。はい。
combat mode. Nyeh! Ah, les dégâts! Non! Na, Sephiroth, first, t'es taïgu mo tokubeku. Va passer. Oh non, j'ai pas eu la bonne, fait chier. Oup, 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 oup. C'est quoi ça? Oh, j'ai gagné plus de mana. Les dégâts qui met. Quoi, MP nul. Oh. Oh là, les baffes qui met. お前はもう俺の知ってるセフィロスじゃない。俺は選ばれし者、この星の支配者として選ばれし存在だ。Quoi ? La partie se termine si vous tombez. Oh merde ! Désolé, j'ai spammé le saut. C'est bon. Ouf ! Resolved.
お前ごときに。クラウド、セフィロスにとどめを。この男が面白い、実に面白い。新たなサンプルに使えるね。それでもソルジャーか。そんな情けないソルジャーはいらない。アンジール待ってくれ。その翼、俺にもくれよ。Comment il a fait pour récupérer son épée, là ? J'aimerais bien savoir.
J'aimerais bien savoir, mais bon. Ça sera pour un prochain épisode. Les loulous, allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la oui attitude. Comme d'habitude, je suis pour le cul. Vous que ça chanson, vous que ça avec ce dicton, je vous laisse. Je fais plein de poutous partout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. So, ciao, bye, bouti bouti. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace.